わしの名はアリストテレス、万学の祖と呼ばれておる。今回は崇尚大学芸術学美術学科に新しく誕生した 3D アートコースを紹介するぞ。さあ一緒に扉を押し開こう。指導する崇尚大学芸術学部美術学科の清島博則先生の研究室じゃ。新設された 3D アートコースではどんなことを学んでおるんじゃ。 3D アートコースというのは今年の4月から新しく始まったコースになるんですけれども、普通の従来の彫刻以外にですね、 3D コンピュータグラフィックスを使って3DCG の作品を作ることを学んだりとかですね、あとはその 3DCG の作品を作った後にはそれをこう動きをつけて映像化したりとか、あとはそれをゲームのコンテンツに持っていったりとかですね、あとはそれをベースとしてちょっと新しいアートの分野の表現をしていったりとか、これからのいろんな多様なメディアとかですね、そういったものに対応する新しい表現を追求する立体の表現のコースっていうふうになってます。具体的にはどんなことに取り組んでおるんじゃ。これまでCG の学習というのはほとんど専門学校とかですね、そういうところが多かったんですけれども、そこではそれぞれの 3DCG を扱うソフトのオペレーションというか操作の方法を学ぶことが中心だったんですけれども、そうではなくてうちの大学はおそらくどこもやっていない方法としてはですね、最初に粘土で実際そのあるオリジナルの形を作って、それを 3D スキャナーで読み取って、それをソフトに持っていってリタッチするとかですね、あとは全く CG の状態から作っていく、で作っていったものを 3D プリンターでプリントアウトして、そしてそれにリタッチをするというような、そういうことを取り組んでます。学びの特徴はどんなものかの。もうデジタルオンリーとかですね、あとはもちろんアナログだけというのではなくて、それをミックスしてですね、同時並行に学んでいくことによって立体造形感覚というものを確実に身につけていくということが一番の特徴かなと思います。 CG の業界というものはですね、どれかというとそのバーチャルな世界でパソコンの中での空間の中でいろんなものを想像することがほとんどだと思うんですけれど、うちのコースは実際のモデルさんとかを目の前にして、そこで学生がノートパソコンを持ち込んで CG で作業するとかですね、そういうもうちゃんと観察を通して得られるものっていうものを大事にしているっていうのも大きな特徴の一つかもしれないですね。今やっぱり 3DCG コンテンツを作るそのモデラーとかそういった人材っていうのがもうものすごく必要とされてくる。で、一つにはメタバースというのがもっともっと広まってくると、いろいろなものを 3DCG コンテンツ化していく必要がある。人間の表現するということはその外観のそのものを映すということではなくて、その内面性をどのようにこう感じるかということも重要になってくるんですよね。だからその各、今うちの学生とかがですね、こう何かをこれから作品化するときにあたってはその辺の設定というものをしっかり考えて、じゃあそれにどういう感情が伴ってその自分が作ったもの立体ものっていうのがそれをこう実際こう表現できているかっていうものをちゃんと出来上がった後にフィードバックしていけるか、でそういうところでその辺の創造的なスキルというものを高めていこうというふうには考えています。先日もゲームデザイン演習という授業の中でですね、実際にゲーム業界でもう30年以上活躍された方の授業を受けたんですけど、やはりこうゲームキャラクターデザインっていうと何かものを描いてこう作るっていうことって考えられてることが多いみたいですけども、でも実際はですね、もうその設定が大事らしいんですよね。言葉が大事で、どういうふうな設定を作っていくかっていうことを考えていくっていう、だからうちのコースはもちろんその技術的なこともしっかりと学びながら、そしてあとはその表現力も学びながら、合わせてどういうふうにこうこれからの社会に新しい価値っていうのを提案していくかっていうその設定力というところも合わせて育てていこうというふうに思っています。崇尚大学芸術学部美術学科 3D アートコースのこれからの活躍がますます楽しみじゃ。